はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。かえでさんちようこそ。いやー、今年もね、いろいろとありまして、まあ、コロナの年と言ってもいいほど、まあ本当に何にもできなかったですよね。まあ何にもできなかったっていう言い方もね、すごく語弊があるかもしれないんですけど、本当に何だろう、花火大会というものがなかったりだとか、まあ、うちの実家のね、方のお祭りなんかも、今年はもう本当にやらなかったし、で、もう本当にね、地方でも、いろいろとね、なんだっけ、お祭り、大きなお祭りがあったりだとかしてて、それも本当に中止っていうのもあったし、あとね、もう本当に一般の社会だと、あと、なんだっけ、そのウイルスの影響で、お店が閉店してしまうっていうこともあったりだとか、本当に50年、100年続いている老舗の、その和食店だったりっていうのがもう、まだね、本当に大打撃を受けて、それもね、閉店してしまったとか、ホテルなんかも本当に今大きいですよね。GoTo で、GoTo ホテルじゃない、GoTo トラベルで、期待をしていた、ね、ホテル業界なんかも結構大打撃を受けて、ね、大体ほら、今の時期ぐらいまでに、その年末年始の、食材をね、買いだめというか、貯めてる ところもあると思うんですよね。で、そこの、まあ、本当に在庫を抱えている状態ってどうすればいいんだろうっていうのを、まあ、食事でね、そのレストランに出せばいいじゃんって言っても、レストランに入れるのがもう本当に4分の3とかさ、半分ぐらいしか入れないのに、どうやって出せばいいんだ、回転率をどうすね、こうやればいいじゃないかって言っても、レストランの、違う、ホテルのレストランって結構ゆったりめにこうね、食べるっていうイメージがすごくあって、ビュッフェ以外はね、本当に1時間とかさ、ゆったりとコースで1時間とか、ね、1時間半ぐらいで、食べたりとか飲んだりとかするんで、ね、大変ですよね。それでこそ回転率をこうね、やんなきゃいけないってならないよっていう感じだからさ、かといってその満杯というかさ、満席にしたらウイルスのね、かかるじゃないかとか言って怒られるし、うん、っていうのもあって、それで、ね、結構頭を抱えているホテルさんもすごく多いし、すごいカチカチうるさくてごめんなさいね。はい。で、まあ本当に商店街の、その本当に安くてうまくて早いっていうところのラーメン屋さんだったり、昔ながらの、その家族で経営してるようなね、ところも潰れてしまったりとかしてて、うん、それこそも本当に50年ぐらいね、50年ぐらいじゃないか、あ、まあ50年ぐらいか、もう2代続けてやっている和食店なんかも潰れかけていたりとかしてて、うん、まあね、そこはもう潰し焼きないと思って、その近所にいる人たちとかがね、食べているようですけど、食べているようですけどって言い方おかしいけど、で、常連の方なんかがまあ行ったりとかしてて、丸々さんのところはね、消しちゃいかんっていうことで、まあ行ける範囲内のところだけでね、やったりだとかしてて、うん、すごく耳が痒かったです。
なんか話がそれちゃったね。そうそう、そういうところもあったりだとか。で、やっぱりね、年末年始、まあ、ホテルもそうだけど、一般の旅館っていうか、まあ、旅館も結構、やっぱり GoTo の影響もあって、キャンセルしている人もいるけど、逆に GoTo がなくても、来てもいいですかっていう人も、ね、問い合わせとして来てるっていうのを Twitter でフォローしている、まあ、ある群馬県の方のね、多分北の方の方なんですけど、ある旅館屋さんの Twitter で、そういう問い合わせがありましたよって言ってましたね。で、あと、やっぱね、2食、1泊2食っていうのはちょっと、出していません。素泊まりで、受けたまわってますっていう人も、いう予感もあって、どうしてもお食事を食べたいっていうなら、朝だけ。夜はなしで朝だけでしたらお作りできますよっていうのがあって、でも結構ね、群馬県の北の方って今ね雪がすごく降ってるんで、夜もう本当に6時ぐらいにとか7時ぐらいにね、もう閉めちゃうところもあると思うん でそれはそれでね、ちょっと、まあ、本当に買いだめをして旅館の方もね、許してくれると思うんで、カップラーメンとかね、もう5、6個買ってさ、お茶も、まあ、買って、お茶っていうか、まあ、水ですよね、そういうの買って、行ってもいいんじゃないかなとは思っております。なんかね、なかなかと話してしまいましたけど、皆さん、いかがでしたでしょう、今年は。来年はね、いい年になってほしいなと思っております。それでは皆さん、さようなら。